なんとも穏やかな日常が広がっています。でも気をつけてください。怪異は常に日常の中に身を潜め、君の平穏を狙っているのですから。誰も知らない、知られてはならない怪談、それが七種怪談。本日のお話は、江戸時代の文献に登場する雷獣は雷と共に現れる怪異として記されています。しかし現代ではその正体はハクビシンだと言われていますが、果たして本当にそうなのでしょうか。怪我してる。おいで、パパに見てもらおう。よし、これでいい。この子もハクビシン？色も違うし、尻尾も少し太い。もう少し調べてみないと。僕もお世話していい？ハクビシンは野生動物だから、勝手に飼っちゃダメなんだ。わかってる。パパは特別に許可してもらってるんだよね。それにしても数日で立て続けにハクビシンを保護するなんて、また申請出さないと。よかったね。あ、また停電か。最近多いな。ここ毛が平気？いつもはすぐ治るのに。まあ平気。でもお腹空いた。はいはい、大丈夫そうね。雲行きが怪しいわ。急がないと。次は絶対逃がさない。ご飯だよ。キュン。どうしたの？ここにいたな、雷獣。もう絶対逃がさないと。挟まってるよ。一体何なの、お姉ちゃんたち。そこから離れて。そいつを封印しに来た。この子を封印？どういうこと？そいつは怪異、雷獣、ハクビシンじゃない。え、何を言ってるの？君が見つけたのは偶然なんかじゃない。最初から君の家が動物病院だって知っていたのよ。そんなはずないよ。逃げた。追いかけるよ。なんで？早くしないと。分かってる。雷獣の姿が。遅かったか。早い。ここの動き、いつもより鈍い。なぜ？大きくなった。このままじゃ停電どころじゃ済まない。なんか調子出ないや。仕方ない。ボン、やってもいい？まさか。緊急事態、今日だけ。今日だけだよ。任せた。承知つかまつりましてございます。あとはお頼み申します。ここ、頼まれた。うつしおにあだなす異形の者、灼熱の炎でその身を焦がし、不浄のムクロを焼き尽くせ。超炎鎮熱。始めた。さっき喋り方変になるし、ここに何が起こってるの？お、電気ついた。これで一件落着ね。俺、お目覚めつかまつりましたか、ココ殿。変な喋り方。ここの喋り方何言ってんの。お腹すいた。
いつものここだ。もう大丈夫そうね。じゃあ帰りますか。みんなは元気になってね。あれ、ブレーカー落ちちゃった。ホトトギスという鳥はウグイスの巣に卵を産み、その卵の世話をウグイスにさせるそうです。これをタクランと言います。ホトトギスのヒナはいち早く羽化するとウグイスの卵をすべて巣の外に落としてしまうそうですよ。